北澤さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。オランダ対イングランド、今日のゲームは世界でも熱い注目を集めてますよね。こういった強豪同士はやはり人気がありますからね。さっきスタジアムの外もものすごい盛り上がりでしたからね。デフライ緩いフィード、このボールはカットです。ボールはルーニー、縦へのボール、ロンベン、ロングフィードで狙う。さあヤンフンテラール、来た、先制、オランダ、イングランド相手に先制点をもぎ取ります。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあ、いや、同点、イングランド。いや、またすぐ追いつきましたね。今日は動きのある展開になってますよね。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。いや、いい形でしたよね。なんといっても出してのタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。イングランド同点に持ち込みました。得点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、落ち着いてよく決めましたね。そうですね、味方を走らせる。ウィルシャー、ルーニー、アーチのようなパス、さあイングランドボールです。これは読んでいました。ふわっとしたボール、このボールをカットします。長いボール狙っていく、このボールに触ります。ロンベンに渡る、縦にボールをつないでいきます。アペライ、裏に味方を走らせる。さあ一気にカウンター、ボール入りましたよ。サイドに抜ける、流れを止めます。クロス、ちょっとパスが長すぎました。このボール危険です。ルーニー、いやー、勝ち越し、イングランド試合をひっくり返します。イングランド、いやー、今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、相手の不注意もあったんですけどもね、それを狙ってきっちり決めてくる、シンプルですけども素晴らしい攻撃でしたよね。そうですね。さあイングランド、ここでリードを奪いました。ナイジェル・デヨングから左へ、ミルダ、ルーニーへのパスと、ボールはオランダとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。オフサイドです。前半30分を経過しています。バークリー、ウィルシャー、ウィルシャーしのぐ、枠を捉えます。最初のコーナーキック、奪い返します。アペライ、アンデルウィール、ベルベックから縦へ長いボール、ルーニー、
バックスもほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。はい、決定的なチャンスだっただけにここは決めておきたかったと思いますけどもね、うん、そうですね。ロングでのフィード、ここはカットします。味方を走らせる、縦を使います。ここは読んでいました。繋いでる。オランダがこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいですよね。浮かせたボール、シュートレンジです。シュート、もらってからシュートまでの流れ非常に速かったですね。足の振りが非常に速いんですよね。なるほど、ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュート打ってますからね、そうですね。一人で駆け上がる、ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。前半を終え2対1。さあ前半いかがでしたか。前半のうち逆転ですか、はい、いや素晴らしかったですね。そうですね、失点して火がついたんでしょうかね、ええ、選手たちの動き逆に良くなってきましたからね、はい、こういうことってあるんですかね。はい、では引き続き試合をお楽しみください。後半キックオフ、この後半の入り方って非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね、うん、なるほど。裏のスペースを狙う、さあヤンフンテラール、チャンスですよ。さあ前線へカットです。アーチのようなパス、このボールをカットします。シュート、これはわずかに右でした。距離はありましたけども精度の高いキックで狙ってきましたね。ロングでのフィード、これをカットします。キーパー前へ蹴り出します。スナイデル、ビレブス、縦へのボール、チャンスになる。ゴール、オランダ、またまた同点、なんという展開。いや今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことが、うん、このゴールにつながったと思いますね。なるほど、今日2点目です。オランダ今日はよく粘ります。サポーターも嬉しい展開。もうこのレベルになってくると一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね。そうですね、それを懐かしい、イングランド、イングランド、これで勝ち越しです。一歩リード、もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。これは気持ちのいい一発が決まりましたね、はい、ものすごいボールスピードでしたからね。そうですね、分かっていてもなかなか止められないでしょうね、うん、今のは。さあイングランド、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。長いボール狙っていく、スナイデルからのスルーパスをカットしました。スルーパスを出す、
コーナーキックイングランド。チャンスだ。フリーだ。スターリング、いや追加点、イングランド、イングランド、これで2点差。いや今のは非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。まあ相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどもね、はい、高い位置で奪った勢いのままゴールに向かうといういい形の攻撃でしたね。そうですね、今日2点目のゴールです。ゴール、おっと、しかしこれはオフサイドか。いや今のはねちょっと遅かったんですけどね、しっかり捉えましたね。イングランド仕切り直しです。裏へのスルーパス、ここ勝負ですね。ミレムス、バークリー、ボールは収まりません。本能で飛びましたよね。まさに獣のような瞬発力でしたね。スナイデルが倒されます。後半ももう3分の2が経過しています。ナイジェル・デ・ヨング、サイドのスペースを使います。前線へのボール、ロングフィードで狙う。ミレムス、アリ気味のボール、ファンペルシー。オランダがホームでのこのビッグチャンス、ものにできません。いやただこういったねいいプレーをしてると少し変わってくる可能性ありますからね。前線へ出す。さあヤンテラール、スペースへ出す。このボールに触ります。ロングフィードと、これはつながりません。カットです。ナイジェル・デ・ヨング、ここはルーズボール。スターリング、さあ縦のボールを入れてきますが、これはありません。アフェライ、サイドを使う。いいボール入りますよ。このボールをカットします。スターリング、裏に味方を走らせる。チャンスメイクしたいですね。体を張ったプレー、イングランドボール。上げてくる、どうだ。ディフェンダー集中力いいですよ。バークリー、いや惜しいシーン、しかしバックスの対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。オランダ、流れを止めます。ウェルベック、味方を走らせる。デフライ、ナイジェル・デヨン、スナイデル、長い長い笛が吹かれました。試合終了です。4対2、オランダ無念の逆転負け、敗れました。さあ北澤さん、本日の対戦